どうもこんにちは、荒地です。今日はですね、コロナでねちょっと困っている飲食店さんにねお邪魔して、コロナの現状とかねそういうものを聞いたりして、ちょっとご飯を食べていけたらいいなって思います。今日行くのは知り合いのお店なんですけど、ちょっとそれをね訪ねていきたいと思います。今日はお願いします。ちょっといろいろ話聞きながらご飯もいただきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。僕はお酒は飲みません。これはジンジャーエールです。ジンジャーエールいただきたいと思います。乾杯。うまっ。1品目、アボカドシーザーサラダです。わーお、これは2個ステーキ、肩ロースの部位です。450です。おー、うまそう。そうだね。いただきます。聞いていいですか？はい、どうぞ。緊急事態宣言とかになって、はいはい、お客さんってどういう感じだったんですか？まあ、一気に人の動きがまた止まった気がしますね。やっぱ今はあれですか、ランチの方が多い、人的にはどうなんですか？この時間、固定客のお客様がいらっしゃるので、あ、例えばあの来てくれて、なんとか持ちこたえてるとこなんですけど、基本的にお客さんの数は少ないです。そうなんだ。うちハンバーガーもやってるから。そうですね。それのテイクアウトも全然できるから、お家で食べてもらって。確かに。ハンバーガーと、じゃあステーキ、どっちをおすすめするって言ったらどっち？中だと本当はステーキをおすすめしたいんだけど、うん、ステーキを食べてもらうにはお店に来てもらわなきゃいけないから。そうだね。これも大きな声では言えないけど、そう、ハンバーガーしかだってテイクアウトはしてないんですもんね。じゃあステーキを食べるならやっぱお店に来てもらう。そうだよね。難しいところですね。確かに。欲しいけど、自粛して早くコロナを終わって欲しいっていうところもあるし、やっぱオリンピックも開催してほしいしさ、でもテレビでさ、淳の試合とか流したいしさ。確かに。それ流してほしいですね。集めてさ、収束してほしいだけど、まあ俺らも、ね、そうだから、ぜひこうこのお店来てほしいですね。こんなずっと
と肉さばきながら喋ってるんですけど。これって何百グラムでもいいんですか？このメニューには一応600って書いてあるじゃないですか。メニューにはその規定でやってるけど、それに関してはもう相談に応じますので。あ、じゃあめちゃめちゃチャレンジしたいならチャレンジしてください。やりますので。僕も大食い企画みたいなやりたいな。いや、ぜひやろうよ。そう、ちょっとコロナがもっと落ち着いてね、そしたら何人か呼んで代表の大食い自慢。そう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 、それやりたいですね。じゃあ食べ終わりました。ケイタ君ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。本当に応援します。いやいや、何かあったらまた来ますね。ぜひぜひ。はい、お願いします。私に肉食べたい時は、はい、私に来てください。ありがとうございます。2個捨て。じゃあまた、ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあまた。お疲れ様でした。ステーキ食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。で、2個ステーキ 450g と、ハラミ 200?300?、食べてきました。まあ皆さんも、こう、二子玉川にあるお店なんで、一人でね、食べ行ったり、ちょっとしてみてください。ランチもあって、ランチはテイクアウトできるみたいなんで、皆さんぜひ食べに行ってください。じゃあいいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で。